浜松祭りが2年連続で通常の開催にならないことを受け祭り用品を扱う業者などが市に支援を求めましたししま浜松祭りは去年中止となり今年も規模を縮小しての開催予定ですこのためタコ作りやタコ糸、蝶賃、発皮を扱う業者などが経営が厳しいと市に支援を要望しました 浜松祭りに代わるイベントの開催学校でのた,かたこ揚げ大会など祭り用品の需要を喚起する方策を求めています染物屋さんだとかハッピー屋さんに至ってはほぼゼロという状態で大変苦しんでいます今何かしらの手を打っていただかないとですね、来年以降お祭りができなくなるという危険性もあるので,ですね、とにかくどんな形でもいいので 支援をいいたただきたいと思っています長田茂樹副市長は支援の検討を約束しふるさと納税の返礼品に祭り用品を加えることなどが可能ではないかと思うと話しました。